科学と信仰との出会い。科学と信仰とは、真理に対する探求において共通の基盤に立っていると思うのです。科学者は宇宙初期の自然現象であるビッグバンまで人類を導きはしたが、宇宙がどのようにして始まったのかについては説明することができないでいるのです。時間、空間、力、物質の源となる素粒子、宇宙を出現させ、火の玉宇宙へと加熱させ、宇宙誕生直後、10-36乗秒から、10-34乗秒の間に、指数関数的に膨張させた現象。これらが真空の空間に突然出現したという事実は、何らかな超越的な意志の存在を示唆しているように感じるのです。ビッグバンという現象は、我々が今まで理解してきた物理法則では、理解することができない超自然的現象であると言わざるを得ないのです。宇宙現象は我々の物理法則では理解できない奥の深さと階層性を持っていると思います。宇宙物理学初期宇宙形成の謎に挑む研究者として、私はそう思うのです。私は宇宙は宇宙の意志というべき超自然的な存在を認めることにより、その神秘を我々人類に理解させるのではないのかと考えるのです。私は宇宙出現の謎に挑む一方、もう一つの宇宙の謎に挑もうとしているのです。それは人間です。人間の頭脳にある知覚、認識、判断、決断、指令、フィードバック情報に基づく補正、知識、経験の蓄積、愛する、憎むといった情動、精神の営み、各臓器の生命維持活動、子孫を残すための遺伝情報の継承と遺伝情報の突然変異による進化、新たな環境への適応、これらを考えると、私は生命の中に宇宙の意志というべき超越的な存在を感じざるを得ないのです。私は安易に神に祈るといった方法は良しとしないのです。最後の最後まで科学的方法と地質学的施策を通じて宇宙の神秘を追求していく道こそが科学者の歩むべき道だと考えているのです。頭脳の働きこそ宇宙の神秘に挑む人類の最高の武器なのです。この頭脳の働きを放棄し、神に祈る、
神にすがると言った方法は私は取らない。これが科学者と宗教人との異なる点であります。私が宗教人として評価するのは洗礼者ヨハネであります。彼は荒野において一人暮らし、羊の皮で作った衣を身にまとい、イナゴと蜂蜜を食し、吹きすさぶ風に身をさらし、誰にも頼らず、独立独歩、自分と神だけだというヨハネに、私は強く惹かれるものを感じるのです。ヨハネは荒野を出て、当時の領主ヘロデ・アンティバスの結婚を非難したため捕らえられ、サロメが祝宴で舞踏の褒美として彼の首を求めたため処刑されたと聖書に記載されています。彼は時の権力者に近づこうとしたのではないのか。彼は荒野から出るべきではなく、心のうちにその生を遂げるべきだったのではないのか。私は科学者として研究室にこもり、研究に精進し、心のうちに生を終えるつもりであります。真理と自分だけというのが科学者の歩むべき道なのです。生命の根源の探求という課題において、非生物体がいかにして自己の細胞を組織化し、最初の生命細胞が誕生したのだろうかという謎の背後に超自然的な存在を感じるのは私だけであろうか。生命の誕生はアミノ酸の間の先天的な吸着力により生化学的に運命づけられているという主張があるのです。この主張は生命の誕生には超越的な存在があることを示唆しているのです。学会においても我々の想像を超えた精緻で複雑に作り上げられた生命現象を解明するには超越的な存在、すなわち神の存在を認めざるを得ないという意見もあるのです。私はこれらの意見、主張に耳を傾けながら自然科学サイドに軸足を置き、超越的な存在を宇宙の意志という言葉に置き換え、宇宙物理学、物理哲学の観点から訴求していく考えです。2019年4月26日、 INU 研究機構学長教授久保です。